のショエティミです。岩井です。はい、よろしくお願いします。はい、本日はまたですね、良平が企画を持ってきたということで、何でしょうか、はい、今回も香港かい、噛みました。はい、今回もグローブ紹介です。はい、お願いします。どんなグローブですか今日は。今回は自分で湯もみをしたグローブ、中学校の頃から自分で湯もみしたりとかしてるんですけれども、はい、その中でもちょっと最近買って、湯もみしたものをご紹介していけたらなと思います。はい、まず一つ目のグローブがこちら。はい、こちら、はい、IP セレクトの、内野用グローブになります。はい、内野用グローブです。レッドオレンジです。レッドオレンジのグローブで紐が、はい、自分で変えて全部。マジで？はい、確かに自分で変えた感ある気がする。すみません、この辺とか、はい、自分で紐変えるってそれさ、すごくない？なんかちょうどコロナの時期でやってみたいなと思って。このグローブ、ちょ、このグローブ欲しいぐらいよ、これ超いいじゃん、革。試合で使ってませんということで、こちらのグローブ、プレゼント企画ということで、1名様にプレゼントということで、応募条件はですね、こちらのコメントですね、熱いコメントをよろしくお願いします。本当に言っちゃうからそれいくらですか？これは、2万3000ぐらいで、スワロースポーツのアマゾン店で。あー、なるほど、はい、購入ってことで。はい、すごい。これめっちゃいいじゃん、ね、俺が使ってるさ、ハイゴールドのグローブっぽい感じしない？そうですね、結構なんかどこにでも動くような。そう、これはすごい、入れちゃうよ。はい、勝手に入れちゃうよ。あ、これはハイゴールドっす。これもうハイゴール、これね、ボナールのユウヤが超これ好き。あった？うん、ってことで、俺がもらいます。なんで？なんで？という感じでね、このグローブ、はい、すごいいい形してる。しかもこの IP セレクト、かっこいいです、これ。はい、ってことで、はい、ありがとうございます。はい、お次は、こちら、パーンと、はい、こちら、スラッカーですね。はい、ベースマン、飯田橋店で購入しました。マジ？ポベッチューグローブです。すごい、これ。あれ、スラッカーの特徴ってここの面が広いんだっけ？広いですし、ここの中心で、取れるようなグローブがスラッカーの特徴ですね。浅村選手が一時期このようなウェブを使っていたので。浅村さん好きですか？大好きです。これはもうめちゃくちゃ浅いです。超浅い、マジで。浅村だけに浅すぎるし。紐はどうして？紐はこれはもう最初からこの色でした。マジか。はい、浅村選手に似たような感じのカラーリングが売ってたので、ちょっと欲しいなと思って、うん、なので形もちょっと浅村選手がこういう形してるので、自分で湯もみしてかなり浅く片付けしました。なるほどね。はい、すごい。これ取れないっす。取れない？はい、取れないの。なんで？浅すぎです。そうだ、じゃあちょっと俺、はい、じゃあということで、これはプレゼント企画ですね。始まって、登録者が、8000人いきましたね。こちらもプレゼントいたします。全部やねえよいや、あ、手ちっちゃい、これ。はい、ほとんど入らないので、逆にもっと、まあ、確かにもっと浅くなるなっていう。はい、ありがとうございました。はい、次ラストですね。ラストのグローブがーこちらー、ということで、こちら何？アトムズのテラダレザーのグローブになります。出た、アトムズ。はい、今大井チャンネルがめちゃめちゃ押してて、うん、俺にだいぶアトムズいいっすよ、アトムズいいっすよ。お仕事ですか？テラダレザーいいですよ。アトムズさんっていうと、他にジュテルレザーと、裏紙レザーを使用しているグローブがあるんですけれども、ほうほうほう、その、2つのグローブよりかはどちらかというともっちりしたようなグローブとなっております。そんな気がしたよ。分かってます？そんな気がしたよで、このグローブもフィンジが入っているので、ちょっとポケットが広めな感じとなっております。僕が湯もみすると大体まあこうなるんですけれども、押し出して浅く使えるっていうグローブになります。ただこっちでもいけるという形で、本当にここからポケットの広いだけじゃなくて長さもちょっとあるような。なるほどね。はい、うん、グローブです。これはたまに試合でも使ってはいるんですけれども。これいくらしたんですか？これは、年始セールで買ったので2万3000ぐらいでした。マジで全種類いいグローブすぎて欲しいんじゃないですかね、視聴者の人。始まったよ、そうなんやね。結構欲しがる系の感じのさ、色してない？映え系的な。この2つなんかは限定だ。あ、まあ、こちらは色変え自分で変えちゃってるのであれなんですけれども、うんうん、特にスラッカーのグローブなんかは店舗別注だったりするので。すごい、まあ、なかなか、こちらの方に住んでる方じゃないと買えなかったりっていうのは確かにあるかもしれないです。そうですね。はい、はい、というわけで今回はこちらのグローブを紹介しました。このグローブかっこいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。
走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。これはい、エイゼットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタ貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。